極限環境微生物極限環境微生物は極限環境条件でのみ増殖できる微生物の総称。なお、ここで定義される極限環境とは人あるいは人間のよく知る一般的な動植物、微生物の生育環境から逸脱するものを指す。人が極限環境と定義しても極限環境微生物にとってはむしろ人の生育環境が 極限環境である、可能性もある。放射線耐性菌や有機溶媒耐性菌は、これらの環境でのみ増殖できるわけではなく、むしろ通常条件の方が適しているが、極限環境微生物に含める場合が多い。極限環境の条件及びそれらの微生物の一般名、代表種は以下の通りである。など。一般に古細菌は、膜構造などから、 極限環境に有利とされ、現在分離されている、個細菌は、メタン菌、一部高熱菌や高冷菌、高塩菌、高圧菌を含む。それ以外も強い変性嫌気性菌ではあるを除いて、全種が一つ以上の極限環境に適応している。特に高温や強酸には強く、種によっては、摂氏122度や pH-0.06 で、生育できる、低温は低く、 摂氏2度、アルカリ性環境は pH12 程度まで。逆に人間が生活するような環境、高気常温の真水、または土壌で生育できる、古細菌は一部の未記載種を除き発見されていない。新生細菌もその種類の多さ、確認されている種の数は古細菌の20倍以上から多様な極限環境微生物を含んでいる。また、一部の菌類や、 藻類も、高温や強酸、高 NACL 濃度に耐えることができ、これも極限環境微生物と言える。これらの微生物の保持する酵素を、エクストリーモザイムと呼称する。エクストリーモザイムはその多くが、工業利用を期待されており、実際に洗剤などに応用されている例もある。また、ここでは、酸素分圧、品栄養に関する問題も取り上げる。 酸素は後期呼吸における最終電子受容体として用いられるが、同時に酸化力の強い毒素であるとみなせる。酸素を電子受容体として用いた場合、スーパーオキシドという反応性の高い有害物質をうちで作成することとなる。そのためある種の微生物では空気中の酸素分圧では生育不可能となる。酸素分圧による分類法は以下の通りである。 温度は酵素活性の維持など生物体内における化学反応に最も重要なパラメータである。事実、高温動物では化学反応の安定化にエネルギーの大半を費やしている。大半の高等動物では地球の平均気温摂氏18度を中心に比較的広範囲の温度に対応できるが極端な低温、高温条件では 酵素の変成による化学反応効率の低下やシグナルタンパク質の熱変成などを招き死滅す。る。定義は決定的なものではないが以下の分類が存在する。高熱パラメータではなく耐性という形で分類することもある。中温域で指摘生育を示すが、それを超える温度、あるいはそれ以下の温度でも生育可能であることを示す。 水素イオン濃度は生化学反応の進行に重要なパラメータの一つである。酸化還元反応などは酸塩基触媒によって容易に影響を受けることが知られる。また、極端な pH 存在下ではタンパク質の変成が起こることが知られる。pH による分類は以下の通りである。また熱と同様、耐酸性、耐アルカリ性という分類も存在する。 例えばメダカなどは pH2 という条件で生育することが観察されており、いくつかの高等生物は耐性を有することが知られている。塩濃度は浸透圧の維持のためにある程度の濃度が要求される。赤血球など細胞壁を有しない細胞は低腸液に入れられると破裂し、高張液に入れられると脱水してしぼんでしまうことが観察されいる。しかし、 極端な低潮液、あるいは飽和に近い高張液に適応した生物も存在する。分類は以下の通りである。一般には有名とは言えないが、増殖パラメータに圧力を有する生物も存在する。深海に生息している魚や微生物、小動物は高圧力下でよく生育する。こうした生物は一気圧では正常な生育を示さない。また、 発見された高圧性生物のほとんどは深海からスクリーニングされたため摂氏10度以上で増殖できない高冷え症生物でもある。ただし、パイラコカスやヤノシー、80から107,15から150ンパで生育のような絶対高圧性の超高熱菌もいる。高圧、あるいは体圧パラメータを示す、生化学的脂質は理解が進んでいないが、 加圧と加熱は生物に与える影響としては似ており、耐熱性パラメータに似ている可能性がある。しかし、耐熱性を保ちながらコーヒー,エーを確保するのは難しく、この点については新しい生、科学的支出が見つかる可能性もある。一部の細菌には高栄養条件下では生育しないものが存在する。概要などではこうした低栄養細菌。 貧栄養細菌がバイオマスでは支配的と考えられている。あまりにも生育が遅いために数週間、時には数ヶ月に及ぶ培養実験が必要であるが、収量も多くない実験困難な細菌の一部である。しかしこれらの細菌群は単に指摘生育条件で培養できていない可能性も存在し、貧栄養細菌という分類は近年ではあまり使用しない。 有機溶媒は生物にとっては猛毒であり、脂質に重層を破壊し、細胞の構造すべてを破壊する。またタンパク質もコンフォーメーションを保てず、変性して白濁する。唯一安定なのは核酸のみであり、核酸の抽出にエタノールやフェノールが使用されているのも理解できるように思える。しかし、一部の細菌あるいは酵母などでは、水と二層に分かれるほど、 大量の有用媒存在下でも増殖可能なものが見つかっている。そのような生物を有機溶媒体成菌という。有機溶媒をあえて好む生物は現在のところ確認されていないが、有機溶媒体成菌には有機溶媒を死化するものも存在する。放射線は DNA の変異源として最も有名であり、放射性物質は元元物質では最も有害なものの一つである。 しかし、放射線耐性菌、デーノコッカスラディオデュランスは、放射線存在下でも増殖可能である。この種は、ガンマ線によって滅菌されたはずの缶詰の中で、繁殖していることから発見された。大腸菌や人では、30グレー程度の放射線量で死に至るが、ダナコカスは5000グレー程度の放射線に対しても、耐性を持ち、増殖が可能である。ダナコカスは、 極めて強力な DNA 修復機構を所持していると考えられており、放射線や紫外線による DNA 変異に対してすぐさま修復機構が働くことによって生育可能となると考えられている。理由は不明だが、パンダの腸内からも分離されている。2003年に発見された、コサイキン、テルモコックスガンマトレランスは5000例の瞬間的な照射と、 合計3万グレーまでのガンマ線に耐えることができる。これは戦術のデイノ国家スラディオデュランスよりも強い。放キン、ルブロワクテルラディオトレランス P-1 は、さらに強く、1万グレーのガンマ線に耐え、1万6000、グレーの照射でも37%生存する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。